今回は旧出雲国の末条を紹介するよ。戦国時代の出雲国は主婦の強国史から諸国内の天草に支配が変わり、山地にある合算と城を中心に支配体制が確立したけど、天草は帰国で勢力拡大した毛利元就に滅ぼされたけど、その後の出雲の支配は引き続き合算と城を中心に行われたんよ。しかし1600年の関ヶ原の合戦も、出雲に転封された堀吉が合算と城に入城したけど、世の中が太平になり商業や流通が重要であることに気づいた堀吉は、山地にある合算と城では商業の発展や領国経営が困難であることから、1611年に名古屋と新宿の水路の近くの現在の地松井城を築城したんよ。松井城は江戸時代の前期までに築城された天守の中で、明治維新も破されることなく戦災も免れた12城の一つに数えられているの。天守は45階で形成され、小高い丘に築城された平山城で、別名千鳥城と呼ばれているよ。これは松井城の1611年の建築当初に千鳥破風と呼ばれる装飾が屋根にあったからとも言われてるの。千鳥破風は三角形の鎖で羽を広げた小鳥の千鳥に見えるので、そのような割になったみたいやね。ちなみに松井城の別名千鳥城は、国鉄市内には広島から松江、米子、鳥取を結んでいた急行千鳥の由来でもあるんじゃね。松井城は地味なイメージだけど、幻想天守のある十二城郭の中では高さは第3位、広さは第2位と意外と規模が大きな城郭なんだよね。ぜひ機会があったら訪れてみて。